プチナです。沖縄京麻酔です。今回は前回挿し木をしたリガスのブラータの発根状況を見ていくという感じになります。でこちらが普通の挿し木用の土に挿した鉢ですね。こちらは当初鹿沼土の再流に挿してたんですけれども、1週間でこんな感じ、葉っぱが変わってもう枯れそうになってきたので、慌てて普通の挿し木用に土を変えた鉢になります。比較としては通常の挿し木用の土に挿した分と、こちらは1週間で鹿沼土でちょっと弱ってしまったところからいかに回復して発根するかという、その両方の発根状況の比較になります。それではやっていきます。まずこちらの挿し木用の土に挿した分ですね。今回うまく発根できたらそれをプレゼントするという企画がありますので、最後まで見ていってください。でまずこちらの方ですね。さあどうですかね。あんまり乱暴に扱えないので、こんな感じですね。あ、出てますね。出てます、出てます。こんな感じですね。9本ですね。9本すべて発根してました。次のこちら鹿沼土から挿し木用の土に変えたこっち、こっち見ていきます。こちら5本、6本ですかね。全部出てました。まあ、結局全部で14、5本ですか。ギガスは発根は挿し木しやすい種類なので問題ないと思ってましたけれども、 100% 発根できたようです。はい、こんな感じになりました。まあ、これだけ一鉢にちっちゃいのが2つ入っているので全部で14株になります。最初にお話ししたプレゼント企画なんですけれども、今ですねチャンネル登録1950名ぐらいの方にしていただいてます。ありがとうございます。そこでチャンネル登録2000名を超えたら、そこから希望をしていただければですね、先着5名の方に抜き苗になりますけれども、このギガスブラータの挿し木株をプレゼントしたいと思います。まあ、いつになるのかはわからないんですけれども、希望される方はお楽しみにしてください。詳しくは概要欄に書いておきますのでよろしくお願いします。今回は以上になります。ではまた。